いま、遅くなったね。見た？うん、みんなやっぱり悪意があったわけじゃないんだよね。当然だろ、みんな月下のことを考えてる。みんな配慮が足りなかっただけなんだ、今回の件全員。特にメリアちゃんにはちゃんとお礼言っておかないとね。ああ、メリアはよくやってる。月下の教育の件も二人を学校に推薦入学させたのもメリアだ。教育はおろそかにしていない。メリアなりに月下の協力はしてたんだ。ただ、見てるものが国だからどうしても見えにくいところもある。そうね、不満以上に私が他の子も学校への対応をお願いしておけばもっとメリアちゃんは手を差し伸べてくれたと思う。私の判断ミスね。ほら、暗い話は終わり、明日は旅行の準備だ。今日はゆっくり休んで明日は準備して出発だ。今日もゆっくり休みなよ、明日から忙しいぞ。何せみんなと遊びに行くんだからな。そうね、楽しみにしておくわ。パパもゆっくり休んでね。ああ、おやすみ。出てきていいわよ、席。ふん、びっくりしたのじゃ。なんで隠れるのよ、別に隠れなくてもいいじゃない。バカモン、気を使ったのじゃよ。わしがおったら警戒して話したいことも話せんじゃろうしな、パパ坊は。それにしても成長したのう。今までは自分のことで精一杯という感じじゃったのに。そうね、それがパパの成長なのかもしれないわね。本当気づかないうちにどんどん成長していくんだから。寂しいかのう、周りのみんなが成長して変わっていくのが。そうね、基礎は全く変わってないんでしょうけど、どうしても寂しく感じちゃうんだ。月下からしたら帝国に来てほとんど研究所に引きこもっておった。いざ出たとしてもそれはもう別の世界のような感覚、浦島太郎のような感覚なのかもしれないのう。今日はもう休むのじゃ。わらわも他の窮屈紳士たちに明日のことを伝えておくのじゃ。うん、それじゃあよろしくね、関。昨日今日で結構睡眠をとったのだけど、まだすぐに眠れる。自分が思っている以上に疲労してるのかな。うん、数日様子を見てたけど、とりあえず問題ないかな。退院だけど休暇療養中は仕事のことは考えないこと。周りに何言われてても今は心と記憶のケアをするのが大事だからね。ここで下手にしちゃうとトラウマとかになってフラッシュバックしたりとか、特定の条件になると拒絶反応が起きたりとか、後遺症が残るから本当慎重に。うん、わかった。しっかり心を休めるわ。それじゃあ私は部屋に戻るわね。体は元気があり余ってるね。当然でしょ。だって今日から生まれ変わるんだから。今からでも取り戻していかないと、そうと決まればくよくよしてても仕方ない。決心したなら即行動、まずは行動から、そこから全てが変わるのよ。それで私は専属神になったのだから。よし、入るぞ、みんなが待ってるんだから。おはよう。いい場所だね、極楽だ。そうね、みんなで来れてよかったわ。温泉は火の精霊のカゴの賜物だからね、存分に堪能していって。何を言ってるのですか。温泉は水の精霊のカゴがたくさんあるから成り立つ聖域ですよ。むう、温泉は大事の恵み、地の精霊のカゴの賜物むう。温泉はええなぁ、心が和むわー。せやな、琥珀炭、しっかり100秒数えんやで。そうすれば体の芯からポカポカや。それにしてもいい宿を見つけたのう。ここに来る間にみんなの神格を抑える練習をしておったが、あまり気にせんでもよかったのう。羽がないのすごく違和感だけど、これならママとどこでも一緒にいられるね。アイレー、そうねー、今日一緒に寝ましょうねー。ダメじゃ、お主の隣にアイレは置けぬのじゃ。はぁ、納得いかないわ。言うって牛乳飲んでもお腹壊さないか。それだけが気になる。くれぬのう、こやつは。温泉はいいのう。じゃが若い子の面倒を見るのは疲れるから、今度は一人でゆっくり温泉に浸かりたいのう。関ってもともと鳥なのに温泉とか入るの。わらわはもともと朱雀、山奥の秘境で体を清めておったぞ。それじゃあここ数十年は汚れっぱなしってことなのね。バッチーはね。何を言うのじゃ、この綺麗な肌を見てバッチーとはなんじゃ。見せつけてこなくていいわよ、そういう趣味はないの。いい景色だな、それに落ち着く、風情があっていいわ。月下たちは女湯で楽しんでるかな、せっかくみんなで来てるんだから楽しんでほしいよな。俺はもともと一人が大好きな人種だから、こういう場だと一番リラックスできて心地いいや。ここ一年は王様だったり主だったり、必要以上に責任がまとわりついてきて、もともとないプライドや威厳を作るところから始めたからな。もう俺が国に口出ししてもいいのかもしれないな。それなりに額は身についたし、ある程度の事情は分かったし、俺なら国を変える権力がある。独断はしないけど、これをきっかけにみんなと相談して俺がみんなの前に立たないとな。でもどうしたらいいものか、月下からも聞いてみよう。あれ、天井。まさかのぼせるまで温泉に入るとは思わなかったわよ。よいしょっと。あれ、他のみんなは。お土産とか見に行ったよ、ここ周辺盛んだったから。あとは気を使ってくれたのもあるのよね。
そっか、なんか悪いね。月下も一緒に行きたかっただろうに。そんなことないわ。あの子たちとの時間は道中や温泉で随分堪能できたわ。今はパトと二人の時間を過ごしたいわ。そうか、ならせっかくだし、俺たちも外歩かない？そうね、もう外は夜だけど屋台が出てるから一緒に行きましょう。本当だ、大通りはもともと店があったけど、別の場所は屋台を出してるんだな。そうそう、それで夜も楽しめそうだなって思ってここにしたんだから。そういえばまた WCDT の時期だね。今年も月下は出るの？いや、私は去年から全然変わってないし、バス、でもハクちゃんやセッカは出るんじゃないかな。カナちゃんとソフィアちゃんはもともとやる気なかったから出る必要ないなら出ないだろうし。パパは出ないの、大会側も喜ぶわよ。さすがに半月も帝国を留守にはできないよ。それに俺にはやりたいことがある。大会に出てる暇なんて俺にはないんだ。あ、パパ、焼き鳥食べたい。一緒に買いに行こう。オッケー、がっつり行こうじゃないか。月下を守る、口だけでは綺麗事に過ぎないから、もっと大きく俺が動く必要があるんだ。もう月下の苦しむ顔は二度と見たくない。それはアリシアやソフィアだって同じ、誰も苦しむ顔を見せないための政策を。俺が。パパを、勝ったから離れて食べましょう。ああ、行こうか。すごいわね。あたり一面ホタルでいっぱいじゃない？そうだね。今の時代でここまで綺麗なところがあるなんてね。本当ここに来て正解だったな。最初から最後まで楽しい旅行だ。もちろん、何せみんなで選んだんだもん。感謝しかないわ。う、どうしたの月下。ごめん、嬉しくて。こんな時間か。本当に懐かしくて。楽しくて。そうだよな。月下からしたらずっとプレッシャーの日々だったもんな。2年前から専属神になるために努力して、1年前から帝国の技術開発部隊で毎日仕事して、それでやっと今こうやってつかの間じゃない？ちゃんとした時間が取れるようになって、やっと月下に安らぎの時間が生まれたんだもんね。うん、2年前からパパの隣に立てるようにって頑張ってきた。何度も挫折したし、死にそうにもなった。何度も目標を見失いそうにもなった。だけど、こんな形だけど、やっと私の夢が叶った。専属神としてパトと一緒になって、今回から、補佐、としてソルテ様と同様隣でアシストをメインとした業務に変わる。もちろんこれからは旧鬼神士の子たちとの時間も作れる。本当に頑張ってきてよかった。俺も嬉しい、そばにいて欲しかったから。2年、長かったし、白馬の王子様というには随分お姫様の方から来てもらって、すごく情けないことこの上ないけどさ。まだ、2年前同様、月下の白馬の王子様でいさせてくれるかな。もちろんよ、もう王子様というより王様になってるし、その馬も随分いろんな子が乗ってて馬も悲鳴上げてそうだけどね。それ言われたら厳しいな。ふふ、でも一番あなたと近い風景を見させてくれるなら許してあげる。やっとここまで来ることができたのだから、もう二度と話さないでね。ああ、誓うよ。もう月下を話すものか、ずっと一緒だ。俺さ、考えてることがあるんだ。さっき言ってた大会に出れない理由のこと。そうだ、俺の考えが筒抜けだからあまり隠してても意味ないからな。俺は月下や専属神、従属神一人一人の仕事量や役割が多いことで全く休めない日常が続いてる現状に疑問を抱いてたんだ。でもみんなが頑張ってくれてるから、そういう理由で俺は任せっきりにした結果が身内同士の不幸だった。だから俺は一人一人の時間にゆとりを持てるようにしたい。仕事にとらわれるのではなく、自分の時間を費やせる、そんな政策をしたいんだ。俺は専属神も大事だ。だけど俺を慕ってくれる従属神たちも大事なんだ。だから俺についてきて不幸になる国にだけは作りたくないんだ。綺麗事ね。でもその気持ちはすごくわかるわ。綺麗事でいいじゃないか。それを叶える努力もしないで諦めるより、あがいて、ダメだったって終わる方がまだいいさ。エウレカ帝国は俺の国だ。王様が望む国づくりをする。なんらおかしくないさ。メリアはそういう国を作ったんだ。なおさらだ。具体的な案はあるの？従属神を増やす。今は1万人いるけど、これを10万、いや100万でも増やす。国と従属たちが円滑に回る人数まで増やす。無駄よ。だってエウレカ帝国の従属神のボーダーラインは上級神以上の女神。今世界には10万や100万もの上級神の女神はいないわ。そういうことね。ああ、伝わったみたいだね。俺の考えが。俺と接吻や肉体関係を持つことで相手は覚醒する。それを利用して上級神以上の女神を大量に作るんだ。肉体関係は無理だけど、接吻による覚醒程度なら。俺は耐える。でもそれはずっとパトが拒んできたことじゃない？ああ、ずっとメリアからはわがままだと言われてきた。でもその意味がわかったんだ。俺は自分のことばかりだった。
俺は自分の力をしっかり使えばこんなに帝国が苦労することはなかった。俺が国や専属心、従属心のことを第一に考えるなら必然的にこの答えが出てくるんだよ。パトはいいの、不特定多数、それも99万もの相手と接吻できるの。辛いさ、羨ましいっていうやつがいるなら変わってほしいくらいだ。だって俺だって感性は日本人だ。できることなら好きな人と二人きりで過ごしたい。ずっと言ってる、ずっと罪悪感を持ってるんだ。俺の感性からしたら浮気以外の何者でもないからね。だけど、俺は好きな人のために、守るべきものを守るために、自分の価値観を捨てるんだ。それが俺が今できる最善の答えだから。間違ってるなら導いてほしい、俺のそばで見届けてほしい、同じ感性を持って、同じ価値観を持つ月下にしか頼めないんだ。って、震えてるね。わかるだろ、怖いんだ。どれだけ頑張っても人の内側まではなかなか帰れないからさ。そっか、なら私がパトのそばで手を握っててあげる。あなたの一番近い風景を見たいのだから私も離れるようなことはしないわ。ああ、頼む。なんでかしらね、気づいたら私がパトを支えてる。ついさっきまでパトが私を支えてくれたのにね。それがパートナーってことだよ。お互いがお互いを求めて、決してなくなってはいけない必要不可欠なピースなんだよ。そうね、私はいろんな人に支えられてる。だからこそ、私もしっかり支えてあげないとダメなのね。ああ、月下は必要だよ。だから次の舞台、きっと居場所が見つかるよ。月下なら大丈夫。人の脳内見てないくせに勝手に当ててこないで、たく。ありがとう、次はもっと自分を大事にするわ。私が賭けたらみんなが泣いちゃうからね。そうだぞ、俺なんかもうずっと泣いてるね。バーカ。今の舞台だと役割が多すぎる上に境界線が曖昧になってるから、舞台数を増やした方がいいかもね。そうね、なら専属神一人に一舞台にして、各自の直属舞台の代表者を各舞台の副総長にすればいいんじゃないかな。それいいね、それなら専属神たちも管理しやすそうだ。本当にこれを実行するのですか、主様。ああ、今の帝国だと確実性はあるけど従属一人当たりの負担が大きすぎる。これでは絶対に持たない。でもこの俺の政策をすれば一人当たりの負担が一気に下がる上に帝国の各方面での向上が期待できる。帝国の土地的に100万の従属を受け入れるくらいわけないし、衣食住も十分養える。愚策ではないわ。いや、いい案だけど。パトさんの負担か。ありがとうソルテ、でも俺は覚悟を決めたよ。俺の問題で済むなら積極的に取り組もう。それでみんなの笑顔が作れるならそれこそ王様冥利に尽きるってものだよ。そうですか、覚悟を決めたのなら私も秘書としてサポートします。頑張りましょう。私も補佐として隣で知恵を貸してあげるわ。安心して前に進んで。あなたの身の回りの奉仕は私にお任せください。ありがとうみんな。それならもっと案を明確化してメディアに提出だ。やるよ、俺が専属神たちの笑顔を守るんだ。もう誰も泣かせない革命、帝国大革命の第一歩だ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。